どうも、セレストです。今日もね、ホットダンスオールニュースやっていきます。で、このチャンネルが面白いと思ったら、まあ、ツイッターなりでね、拡散して、あの、広めてもらえるとありがたいですね。で、いいねと、はい、チャンネル登録もよろしくお願いしますってことで、今日はね、えー、ブランニューアーティストの、ジャーシーとスケンが、ビーフになるんじゃないかって言われてるってことを話そうかなって思います。はい、これはね、もう直近で、 こういうふうな関係になってるっていうのが表になって、まずね、ジャーシーとスケンの関係性で言うと、昔はね、すごい仲良かったんですよ。だけど今ビーフになってるんじゃないのっていう感じになってるんですけど、まずね、えー、この二人が実は仲悪いんじゃないかなっていうのは昔から言われてて、それが、まあジャーシーがね、 あのー、曲の中で、コークヘッドの仲間はいらないっていうラインがあるんですよ。それが実は、スケンに向けて言われてるんじゃないかっていうのは昔から言われてて、それがなぜかっていうと、スケンっていうのは、モリーっていう、まあ、こっちで言うエクスタシーって言われるドラッグですね。あの、フリスクみたいな錠剤の。まあ、それ、飲んでセックスすると気持ちがいいみたいな。 感じでよく使われるドラッグなんですけど、それのね、テーマにした曲とかもあるんで、一応ドラッグつながりってことで、そのジャーシーがね、えー、そのことについて、あの、ディスしたんじゃないかって言われてたんですけど、今回、スケンのね、プロデューサーであるジョン・クープっていう人がいるんですけど、これもスケンを押し上げたプロデューサーであるんだけど、まあ、 これスケンのプロデューサーで、まあ一緒のチームとしてやってるんだけど、ジャーシーも昔ね、このジョン・クープのプロデュースによって曲も出してるし、昔は仲良かったんです。で、そのプロデューサーのジョン・クープが、インスタのライブ配信でジャーシーのことを通列にディスしたんですね。それが、ジャーシーに向けて、まあ英語で言うマザーファッカーにあたる、まあ即居ムマっていうね、あの、まあ一番、 痛烈なディスにあたる言葉を言って、あ、もうこのね、あの、スケンとジャーシーっていうのはもう仲間ではないんだなってことで、ま、あのー、実際もう,こうビーフに入ってるんじゃないかみたいなね、うん、ことに今なってて、まあ、そこで不仲がね、あらわになるんですけど、まあ、ジャーシーで言うと、まあ、直近で言うと、この、 あのー、まあ、ライブのね、あのー、歌と歌の間のところに、スケンをディスするようなね、ことを言ったりとかもしてるんですよ。あの、ライブとかでね。だからもう、ちょっと、関係性はもう優れてないよってことで。で、ジャーシは今、現時点で誰と、こう、ディスのやり,やり合いをしてるかっつうと、シルクボスと、あのー、結構ね、あのー、やりとりがあって、まあ、 じゃあ、しがスティングで決着つけようぜ、みたいな感じで、スティングで、あの、シルクボスと、あの、クラッシュになるんじゃないかなって、今言われてる段階ですね。まだ正式には決まってないんですけど、今年のスティングは、ま、ブックされてるやつがみんな若手だし、若手の中でクラッシュが行われるんじゃないかなって言われてるんで、あのー、ま、可能性としては高いんですけど、まあ、今一つなんかちょっと盛り上がってない感じもあるんですよね。 で、このタイミングでジャーシュとスケンが揉めてるってことは、いや、スティングであるんじゃないのって騒がれてますね。まあ、ただスケンがどんな動きをするかっていうのはまだ分かってないので、一応今のところ、ジャーシュとそのジョン・クープっていうプロデューサーがちょっとまあ、言い合いになってるみたいな感じではあるんですけどね。ま、あスケンが今後どう動くか、それ次第では、クラッシュ。シルクボストじゃなくてジャーシュとスケンっていう、まあ、 ちょっと一個ね、グレードが、グレードが上がったものになるんじゃないかっていう。まあ、ホットダンスソール的には見てるんですけど、もしかしたらこれ、ホットダンスソール的裏,裏を読むと、このタイミングでのこういう風な実刷り合いは、もしかしたらスティングに花を添えるために、あの、若干プロレスもあるのかなって思ってます。これも仲間内の中で、 あの、この三人とは仲良かったんで、まあジョン・クープとかもお互いプロデュースし合ったりとかしてたんで、まあこれはどうなるのかなって感じですね。はい。まあ中途半端に終わるぐらいだったらね、スティングでクラッシュつけてほしいなって思います。ってことで、ジャーシーとスケンの動きでした。